たします。私から読み上げが2点あります。臨時閣議の概要について申し上げます。一般案件2件が決定をされました。大臣発言として財務大臣から平成27年度予算の概算等について、有村大臣から平成27年度の機構転移等の審査結果について、総務大臣から平成27年度の独立行政法人等の審査結果および業務改革に関する取り組みについて、および平成27年度税制改正の大綱について、それぞれご発言がありました。閣議に先立ちまして国家安全保障会議が開催をされました。今回の会議は平成27年度における防衛力整備内容のうちの主要な事項について審議をし、お手元の配布資料の通り、決定をいたしました。私からは以上であります。はい、朝日新聞の星です、明日韓国のですね、韓日議連の方々が来日されるんですが、まず総理はこの方たちと面会されるのかどうか。総理表敬については現在、調整中です。はい、北朝鮮の核開発問題についてお伺いします。6カ国協議のですね、日米韓の主席代表がですね、月内に都内で会合を開くという話があるんですけど、事実関係をお願いします。まずですね、日米韓の3カ国の6者会合出席代表者による会合を東京で開催する決まり、調整中です。で、現時点では具体的な開催日程確定しているわけではありません。ただ調整中であります。我が国としてはこの北朝鮮に関して地域の平和と安定について共通の利益を有する日米韓、この3カ国が政策的協調をですね、強化して連携をしていくということは極めて重要だというふうに考えています。特に昨年末のサイバー攻撃、さらに北朝鮮が米韓合同軍事演習の中止をですね、条件に核実験を臨時的に中止する要因がある旨を表明した件を含めですね、我が国は米国と緊密連携をしてきており、米国の対応をですね、支持していきたいというふうに思います。そもそも北朝鮮によるこの核実験というのは、安保理決議だとか、あるいは日朝平壌宣言、あるいは6者会合の共同声明、こうしたものに違反でありですね、こうした主張は受けられないということで、日米韓3カ国でですね、緊密に連携をしていると、そういうことであります。これは日本政府の方から言うか。日本政府というよりも、やはりこの日米韓というのは極めて大事だというお互いの国々のですね、連携の中で開催を調整をしているということです。はい、ありがとうございます。研究所長の島と申します。2015年度予算についてお伺いします。過去2年間、沖縄の予算は満額もしくは要求以上の、金額が推進されておりますけれども、年度は減額になります。で、その減額の理由について官房長官では、まずですね、沖縄振興措置法に基づいて、沖縄振興策を総合的、積極的に推進していくような中で、必要な額を積み上げてですね、振興予算としては平成27年度において3340億円を所長いたしております。特にこの那覇空港第二滑走路事業について、昨年末の合意の通り330億円を措置しました。さらに沖縄振興交付金や沖縄科学技術大学、大学院について必要な額を計上をしているということであります。今回、追加でよろしいですか。沖縄振興交付金の減額が上がったわけですけれども、過去3年と比べて振興交付金の、必要額が、合算要求では、ほぼ同水準だったということもあり、今回なぜ減らされているのかというのは、ここはですね、扶養額がかなり出てますから、
まあ、そういうものをですね、不用額とあるいは繰り越しが発生しますので、そうしたものを精査した上で、今回の予算編成を行ったということです。県知事が変わりまして、その環境変化というかよりも知事が変わったことによって、基地問題のスタンスが変わり、それが予算に影響している、振興予算と基地問題がリンクしているのではないかと。それは全く当たりません。現にですね、中山知事と約束をした300億円台ははるかに多く確保しているわけですから、振興予算については。それはしかり、確保してますし、ただ、この繰り越しとか不用額というのはですね、そこは当然、国の財政厳しい中で、査定するというのは当然のことじゃないでしょうか。30億円を、沖縄振興計画の間10位というお約束は、今後も来年1年度、来年の次の年以降も、継続されているんです。そこは中山知事と総理、これ、約束したわけですから、それはそういう意味で、国と県の約束だというふうに思ってますので、そこはしっかりと対応していきたいというふうに思っています。16年以降、はい、はい、東京新聞の後藤です。沖縄振興予算に関連しまして、不用額や繰り越し額というのは、平成25年度予算でもありました。けれども、昨年度については、中山知事の要望に最大限応えまして、概算要求を上回る額を計上したということを考えますと、やっぱ対応に差があるのかなと思うんですけれども、それは当然、査定するというのは当然のことだと思います。不用額とかですね、繰り越し額出てますから。そこの取り扱いについては、それは財政当局でしっかり対応していくと、ここは大事だと思っています。前年度は中山知事と何度も長官や総理が会談されまして、信頼関係が構築されてたと思うんですけれども、現在の尾長知事とはですね、信頼関係というのはできているというふうに長官は思います。信頼関係というよりも、やはり沖縄県の知事としての対応は、そこはやはりしっかり対応していきたいというふうに思っています。近々、尾長新知事とお会いになる予定というのは、私はありません。共同通信について話題となりまして、安倍総理が大型連休中にの訪米に合わせて、ハワイの真珠湾を訪問を検討しているとの一部報道がありましたが、検討状況をお伺いします。私も初めてで報道を受けたわけですけれども、ハワイ真珠湾の訪問は全く検討はされてませんし、誤報であります。安倍総理のゴールデンウィーク中の外交訪問については何ら決まってないということです。はい、今誤報だとおっしゃっていましたけれども、普段否定される時もあまりそこまで言っておりませんが、人の性は全くないということですね。検討しないことを新聞報道されてますから、ですから誤報だということです。はい、理事会です。フランスではですね、一連の教授事件を受けまして、最大級の警備体制を知っているようですけれども、日本国内のですね、この対策、警備体制に変化はありましたか。まずですね、フランスで発生しました連続テロ事件について、我が国としてもこのテロはですね、断じて許すことはできない、強く非難をします。政府としてはですね、この事件があってから内閣の危機管理課の下でですね、情報収集、分析の強化、水際対策の徹底、重要施設等の警戒警備等のテロ採択、ここに努めてきているところでありますけれども、昨日は内閣情報会議の場で、情報を担当する関係省庁の事務次官、に対して私からさらにですね、情報収集と分析の徹底を強く指示したところであります。いずれにしろテロ対策というのは徹底をして行ってですね、在留邦人を含めた国民の安全確保、これに今万全を期しているところであります。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。